何をするでもなく歩くというのもいいね。夜はまだまだ長いし、焦ることもない。今しばらくは私に付き合ってくれ。参ったな。さっきから自分の心臓がドクドクと音を立てていて、すごくうるさい。なあシド、確かめてみてくれないか。こんな夜は一晩中お酒を飲みながら月の下で踊るのがエルフ流のデートだよ。とは言っても君はまだお酒は飲めないだろうけど。運命などというものを信じるたちではなかったが、今ならばシドとの出会いは運命だったと、そう信じられる気がするんだ。君は案外物おじしない性格だろ。動揺しているようで実際はそうでもない。そういうところがすごく好きなんだよ。流れ星は願いを叶えてくれるというが、もし見えたらシドは流れ星に何をお願いする？私はそうだな、君との時間が長く続くことかな。巷で人気のある男女の秘恋を描いた物語、知っているかい？二人は最後死をもってして結ばれるけど、私たちの最後はどうなるのかな。不思議かもしれないけれど、君とは深い絆のようなものを感じているよ。そう思うのは私だけなんだろうか。今度アイスクリームでも買ってみるかい？もちろん二人で一つのアイスを食べるんだ。だってこれはデートだからね。今夜はシドとの思い出を作れて嬉しかったよ。最後にもう一つだけわがままを言うなら、何も言わず目をつぶってくれないか、なんてね。このまま二人でどこかに消えるのも悪くないかもしれないな。いつまでもどこまでも、なんてどうだい？暗闇ではぐれないよう手をつないだ方がいいか？君の体温を感じられれば私も安心できる。君は特定の誰かに深い興味を抱いたりするのかい？私は今まであの子以外の誰かに興味なんて。出会いとはエルフをも変えるものなのかもしれないな。月の雫を見つけた男女は永遠に結ばれるって言い伝えがどこかの国にあるんだ。それを探すのが今夜の目的だったりしてね。前に聞いたんだが、どこかの国では愛を告げるとき、月が綺麗ですねと言うらしい。なあシド、今夜は月がやけに綺麗じゃないか。やはり夜は少し肌寒いな。シドは寒くはないか？必要なら私が温めよう。君の前では武神という名も席もない。私はただ一人のエルフでいられる。つまりなんだ、その裸同然なんだ。目の前の星空もいいが、つい君の顔を見つめてしまう。それだけ君は魅力的ということだよ。ここいい場所だろう。
私のお気に入りなんだ。大抵は一人でフラッと来ていたんだが、シドにもどうしても見せたくなってね。君はシドだったな。そう警戒することはない。以前初対面でいきなり剣を突きつけたこと、改めて謝罪する。だからそう怯えないでくれないか。君の手を見て強くなると私は判断した。それが勘違いであったのか、それとも、まあそれはいい。君はなかなか興味深い存在だ。ゆっくり話してみたくなったのだが、どうだろう。